こんなブラックシンカリオンは嫌だ。色が全く黒じゃない。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。体が新幹線縦向きになっていて連結部分でグラグラする。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。4つのモードに変形できて新幹線ロボ、ミミズ、パンの袋を止めるやつ。シンカリオンの胴体を挟んで攻撃してくる。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。イカスミを使って黒く塗っている。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。松崎しげるが運転している。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。ドラグーンモードで下半身がドラゴンになるのではなくおじいちゃん。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。バーサーカーモードで武器をたくさんくっつけると体が重くなり支えられなくなって足が折れちゃう。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。ドラグーンモード上半身がドラゴンでかっこ悪い。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。乗っている青龍の頭の中に何かが住んでいる。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。新幹線の部分が長い。こんなブラックシンカリオンは嫌だ。操縦席が満員電車でめっちゃ大変。こ高評価しないと爆発するぞ。